ちは、佐藤仁です。今回紹介するのはこちら、妖怪ウォッチ大キャストマスコッティです。はい、こちらは200円のマスコット、大キャストのマスコットが入っています。はい、それでは1回200円のガシャポン3回やってきました。黄色いカプセル、青いカプセル、紫のカプセルが出たので、紫から開けていきます。大キャストということで、なんかきらめいたものが出るらしいです。妖怪ウォッチ大キャストおみくじマスコティー。はい、今日はテンションで乗り切ります。ラインナップはジーバニャン、ウィスパー、ツチノコパンダ、コマさん、リュウくん、ブシニャンとなってます。いや、ブシニャンが欲しいですね。あとはコマさんとかウィスパー、おみくじもついてます。小吉、一旦ごめん、謝り倒してその場をしのげ、キューごめんなさい。そして1つ目、ちっちゃなプチプチに舗装されているやつ、ザン。ちっちゃい、そして重いね。ウィスパーが出ました。ウィスパー見えるかな。綺麗ですね。ちっちゃいけれど綺麗。ウィス、妖怪パッドを持っています。1つ目はちっちゃなウィスパー。はい、水色のカプセルを開けちょびーん。そして2個目のおみくじへ、ダルルルプシュ、中吉となります。イケメンスマイルでモテまくり、モテたい。そして全く中身が見えないこの大キャスト、マッチオープン。狛犬妖怪コマさんです。こんな感じですね。裏はこんな感じ。綺麗です。綺麗だけれどものすごく小さいです。お財布などに入りそうですね。はい、最後黄色いカプセル、パカ、おみくじ、おみくじがドン。中吉、中吉で何が出る。かぶらなければいいね。でもね、色が違うからきっと違うはず。青いのはブシニャンであってくれ。てれつさしてでん、貧乏系直って、ブシニャン来たー。いいね、これはね、お財布とかに入れたい。かわいい大キャスト。はい、いかがだったでしょうか。1回200円のガシャポン、妖怪ウォッチ大キャスト、妖怪おみくじマスコットの開封動画でした。気になる方はやってみてはいかがでしょうか。開運になれるかもしれません。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さよなら。